どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。もし動画をご覧いただいてちょっとでもいいなって思われた時にはチャンネル登録お願いします。いちいち探さなくても新しい動画がいち早く登録仕組みになっております。よかったらお願いします。では本日ご紹介する絵画はこちら、プッサンのアルカディアの巻人です。はい、来ました。なんか意外とこのチャンネルでは取り上げてこなかったザ古典作品でしょうかね。こういう絵ってなんかちょっと美術館とかでも飛ばしちゃうことないですか？なんか何してるかわかんないしね。でもあんまり馴染みがないこういう作品なんですが、プッサンっていうのはこういうジャンルでものすごく名を成してフランス絵画の礎を築いた人なんです。というわけで今日はちょっと馴染みは薄いんですが、でもとっても大切な古典絵画の世界をご案内いたします。では今日も楽しく美術トラベル。ではこの作品は17世紀に活躍したフランスの画家ニコラ・プッサンによって描かれたアルカディアの巻人です。今はパリのルーブル美術館に所蔵されていますね。さてプッサンはフランスの画家としてとっても有名で重要な人物なんですが、実はその人生のほとんどをフランスで過ごしていないんです。彼の成功するまでの資料ってあんまり残っていないようなんですけど、あんまり豊かな青年時代ではなかったようですね。でも絵を職業として修行を重ねて29歳になった頃、画家だったら誰しもが憧れるローマに勉強に行っているんです。そしてそこでプッサンが心を奪われたのはルネッサンスの巨匠ラファエロとか、あとは古代ギリシャ古代ローマの彫刻たち。もちろんフランスにもイタリアルネッサンスの絵画って入ってきてはいたんですけど、現地で見る迫力におそらく圧倒されたんでしょう。そこからプッサンは生粋のザ・古典人間になって実力をつけていくんです。そして描いた絵をフランスに送っていくことでプッサンの名前はフランス中に広まっていきました。そうやってイタリアで描いてフランスに送る、そういう生活を15年ほど過ごしていくんです。そこでちょっと転機が訪れるんですよ。その頃本国フランスでちょうど皇太子が誕生するんです。王様はルイ13世、奥さんのアンヌ・ドートリッシュの間には長らく子供ができなくて、ルイ13世の弟が王位を虎視眈々と狙う中、なんと結婚23年目にして子供ができたんです。そうなったらこの皇太子誕生をきっかけにフランスではもうお祭り騒ぎ。ルーブル宮殿を改修してフォーテンブロン宮殿を修復してお城も建てて、優れた画家や彫刻家をみんなパリに招いて国威昇揚のために芸術政策を打ち立ててくるんです。で当時その計画に絶対欠かせない人物がいました。それは遠くイタリアで認められて絵だけをひたすら送ってくるニコラ・プッサン。なんとしてでもプッサンを呼びたい彼らは国王首席画家のポジションを用意して贅沢なお屋敷を建てて破格の年俸を提示してプッサンを説得。でもすでにローマで15年暮らしてるし、奥さんもイタリアにいるし、プッサンは何回も断るんですけど、最終的にしぶしぶその条件を受け入れてフランスに帰ってくるんです。そして芸術制作のために絵画や壁画や天井画なんかを描きまくって仕事をするものの、結局その生活は合わなくて2年でローマに戻って二度とフランスの地を踏むことはありませんでした。そしてそんなプッサンに傾倒して学んだシャルル・ルブランっていう画家がいるんですが、この人が古典主義を全部プッサンから引き継いで、そして彼が王立絵画彫刻アカデミーの初代学長になるんです。そんなアカデミーが印象派はダメだ、古典主義じゃないとっていう連中にどん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 なっていくんですよ。なのでその源流がこのプッサンにあると思うとやっぱりすごい人でしょ。では絵をゆっくりご覧いただきましょう。一見するとこれ何のシーンかわかんないですよね。タイトルはアルカディアの巻人。わからん。
でも人物表現なんかは本当素晴らしいんですよ。この男性たちの描き方、この座ってる男性なんか本当古代彫刻さながらのポーズって感じですね。人と人との関係もなんていうか調和の取れた。古典主義ってちょっと言葉で説明するのって難しいんですけど、まあ、こういう感じの作品をザ・古典って言うんですね。で、プッさんの絵には理念があって、絵画は読むべきものであり崇高な人間の行為を古典的題材から練りに練った構図で書き出すべしって言ってるんです。そしてこの理念が後のアカデミーに引き継がれていくんですが、プッさん自身もね、豊富な知識と高い教養を持ってる人物だったから、絵画は理性に語りかけてくるものじゃないといけないって考えるんです。だから風景画なんかは地位が低いんですよ。ただの景色なんて書いてどうすんのって感じ。それも物産の理念から来てるんです。そしてだから私たちはこの絵を見て彼が語りかけてくることを受け取ってあげないといけないんですよ。でもね、実はこの絵はこの絵が描かれた当時の人からしても謎に出会ってしまった、そんな絵画なんですよ。ちょっと一筋縄じゃいかないんです。まずタイトルのアルカディアっていうのはギリシャに実際にある土地なんですけど、こういう絵画に出てくると理想郷っていう意味になります。雰囲気で言ったら桃源郷みたいな感じ。そう思ってみると背景は爽やかな景色で桃源郷のような美しい雰囲気ですよね。で、この3人の男性たちはみんな長い棒を持ってますよね。これは羊飼いの持つ棒だから彼らが巻き人なんです。で、この右の女性は誰かは明らかになっていないようですね。で、彼らはこの大きな石でできたものに集まってますよね。これはお墓なんです。そしてなんか書かれてるみたいですね。この男の人お墓を指さしてるんですが、彼はこのラテン語を読んでるんです。そしてそこには我アルカディアにもありって書かれてるんです。皆さんならこのメッセージどう受け取りますか？おそらくこの碑文が書かれているのはお墓、つまり死を表します。だから我とは死のこと、それがアルカディアにもありってことは桃源郷にも死は存在する、つまり死を忘れるなって教えがここに刻まれてるんです。そしてそのメッセージを読んで心配そうにする男性、不安げな顔で女性に意見を求めるような男性、女性の視点は定まりません。一体彼女は何を思うんでしょうか。さて、これが一つの考え方。でももう一つちょっと面白い読み方があるんですよ。この我アルカディアにもありっていうのはラテン語で書いたらこういう風になるんですって。でね、このスペルをガチャガチャって並べ替えてみるとこうなるんです。そしてこれを訳すと、立ち去れ、私は神の秘宝を隠したってなるんです。そう思ってね、背景の山をご覧いただくとちょっとただ山を描いたっていう感じじゃないように見えてきません？なんかどっかの具体的な山みたい。実はこれ南フランスのレンヌルシャトーっていうところにある山にそっくりなんですよ。神の秘宝を隠したっていうメッセージのすぐ後ろにレンヌルシャトーの山。もしプッさんが何かを知ってこの絵を描いてたんだとしたら、我アルカディアにもありを並べ替えた暗号で記したって可能性もなきにしもあらずですよね。この山のふもとに財宝が隠されてるってことになりませんか？って言って財宝伝説が生まれるんです。日本でも昔徳川埋蔵金を探すっていうテレビとかなんかあったでしょ？あれのフランス版。そしてその謎は今でも解かれてないんです。謎大きい絵なんですよ。だから覚えてないかもしれませんけれども、この絵ダヴィンチコードにも出てきたんですよ。ほんと謎が謎を呼ぶ絵なんですよね。いかがでしたでしょうか？結局謎が解けてないから惹かれるっていうのってありますよね。まあこういったビシッとした超古典の絵がフランスの国威賞与ってことで称賛されて、あの太陽王ルイ14世はこの絵をとっても気に入って生涯ずっと手元に置いていたそうですよ。
では本日の動画はここまでになります。ちょっとでも面白いなって思われた方はここ押してみてください。なんと一発でチャンネル登録できるようになったんです。皆様の応援で成り立っているチャンネルです。ご協力よろしくお願いします。では明日の夕方6時にまたお会いしましょう。バイバーイ。